100-400mm のズームってどれぐらいのサイズだと思ってます？はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。視聴者リクエストにより今回はですね、オリンパスの100-400mmズームをレビューしてほしいというね、そういったリクエストをいただきましたんでね、オリンパスさんに早速連絡してお借りしました。新しい100-400mmズームっていうのが出るらしいね、それ貸してよと。で、ついでにですね、まあそれに見合うボディが必要ですよね。ということは、最高峰の EM1 Mark III。最新のミラーレス。ほぼフラッグシップ機。ああ、この二つをお借りしたんですが、ね、貸し出し依頼をしたんですが、届いたのがですね、これですよ。この、こんな小さな段ボール。ちょっと待って。EM1 Mark III 一つだったらね、ボディだけだったらわかるよ。これ、100-400mmズーム、これないっしょ。じゃ、ここで見てみましょう。この小さい箱に、100-400mmズームって本当に入る余地があるのか？あ、これちょっと、目録がありますね。目録ちょっと見てみましょうよ。貸し出し表。あ、ちゃんと書いてある。100-400mmズームと EM1 Mark III ってちゃんと書いてあるわ。いやー、入ってる気がしないんだけど、これ。梱包材ですよ。あ、わかっちゃった。わかっちゃった。箱なしだ。箱なしで、これが、ほら、これがカメラボディですよ。ね。カメラボディが入ってた。で、よいしょ。ちょっと待って。ちょっと待って、これ、この箱ですよ。この箱から取り出しました。このレンズ。ちょっと。このサイズ感は何なんですか、一体。いいですか ?100-400mmズームですよ。キャノンの 100-400mmズーム僕は愛用してましたけども、まあまあの大きさですよ。フルサイズ用だったら。それでも小さい方だけどもね、そういったものは。これちょっとドキドキしますね。初体験ですよ、こういう。あのね、先に言っちゃうと、オリンパスのユーザーの方はお分かりかもしれませんが、40-150mmF2.8 ズームっていうのがあるんですよ。40-150mm。それのサイズ感にしか見えない。ちょっと、おかしくないですか、これ。僕の顔の真横に持ってくるとこんな感じですよ。パカッ。レンズフードつけてもこんなですよ。外すと。伸びるのこれ。あ、伸ばすと、こんな感じ。これ、だから400でこれか。はぁ、400でも、フルサイズで言うところの400ズームがこれぐらいだもんね。ちっさ。マジで？しかもこれ、テレコンも使えるんだよね、これね。やべえ今日ほんとね、入ってるか入ってないか、ほんと五分五分だなと思ってたのも、それをネタにしようと思ってたんだけど、なんだかこれなんか、褒めることになっちゃったな、宣伝になっちゃうな、これな。この小ささやばいって。ここにキャノンの、古い一眼レフがあります。フィルム一眼レフなんですけどもね。ここにシグマの 75-300mm っていうズームレンズがあります。いいですか ?75-300mm ですよ。フルサイズ用の 75-300mm。まあ、まあ、違うけども、相当からずですよ、この太さは。
太さに関してはもう全然70、300クラスの太さだなと。なんじゃこれ、もうじゃあ撮りますわ、撮りますよ、ええ、いろんなもの撮ってきてお見せしたいと思います。それではご期待ください。びっくりしちゃった、ほんと。